ください。皆さんこんにちはおはようございますかなこんにちは、えー、インターネットの方々こんにちは、えー、こんばんは、えー、おはようございます。えー、っとですねあの今日はあのスネルゴイセレペヤがありますであの非常に貴重な学びがされておられます特にあのやして主がですね日本で建てられている方ですからそれを通してね。 我々もしに関する事柄を学ぶとともに、まあ、実際上の技もいろいろ起こってるんですね。それで、えっと、8時からあのやってますので、ね、どうぞ皆さんいらっしゃっていただきたいとこういうふうに思います。えっと、来れない方は、えー、っと同時中継でインターネットで出してますのでそれを見といてあのいただきたいと思うんですね。で、えっと、ダウンロードになりますとこれは進学校の授業になっちゃうのでお金がかかるのであのただで見るならインターネット、ね。<laughs> でまたあの実際こちらに来てです、ね、あの器を通しての精霊の働きとか恵みに触れていただきたいとこういうふうに思います。えっと、それとともにです、ね、あの来週は癒しの集会となって荒、ね、井先生がまた来られましてです、ね、それで、えっと、今日のセラピアは8時からなんですけど癒しの集会はもう礼拝の最初から入りますからそしてメッセージをしていただいて癒しの祈りに入ってもらうということになりますのでですね えっとちょっと早めに始まりますのでね、どうぞあの来週あのいろんな音のまとかまた癒しにのね必要のある方々方も連れていらっしゃってください。まあ、いろんな癒しが起こってるんですね。また皆さんも祈っていただきたいとあのいうふうに思います、えーね。神様は素晴らしいことを示してくださいましたね。ちっちゃなことの癒しはえっと大きなことの癒しと同じ原則であるということですね。ですから皆さんねあの。 えっと、新井先生を通しての主の技だとともに皆さんも祈っていろんな神の技を受けといてくださいそしてね鼻水が止まったっていう奇跡が起こった方はですね同じ祈りで死人が蘇るかもしれませんからねであの神様はですねそういう事柄を通してね、えっと、神様の働きを大きく広げ見せてくださいますので期待ですあのいろんな事柄がねこれから起こってくると思うので、まあ、いろんな方々を連れてねまたあの病の方々が解放されるっていうのは大きな 祝福ですからね。どうぞ、あの、いらっしゃっていただきたいというふうに思います。えっと、それとともにですね。えっと、今、あの、クリスマスになっているので、賛美チームがいろいろね。なところに展開。あの、しております。昨日も、ね、ゴスペルシードが名古屋に行ってたのかな。ゴスペルシードが名古屋に行って。それから、と、エルサレムが。と、東北地方行ってたんですよね。ね、す。え、相馬市か。相馬市行ってて。それから、 とウラノスが金曜日かなんかあそこ行ったんですよね。えー、とムサシかな？ウラノス関係はないね。えー、あのいませんね。武蔵野行って、それからギュスが、えー、とどっかカシは行ってた、一緒にいたんですね。<laughs> であの今この期間にですね、いろんなそれから池袋にカメンドワチプが行ってたんですね。 でコンサートしてたと。いろんなところに展開してますよね。そしてえっとまあこれはですね、あの日本のキリスト教会の動きとしてもこれだけあのサンチームがですね、日本中であのいろんなところに展開しているっていう動きは私は見たことがありませんね。であの特別なえっとことが起こっているっていうことをね覚えておいてください。十、えー、コンサートとか二十公演とかすごい数ですよね。そしてえっと火曜日には我々の えー、中野ゼロホールで、えー、と7時からコンサートを行いますのでねどうぞあのいらっしゃっていただきたいというふうに思いますそしてあのこの働きはですねプレゼントになるのですねあのプレゼントですねそして主がいろんな方々に触れそれから救いに至る神様のです、ね、備えをなしてくださるということを神様なしてくださっていますそれでですねその結果、えっとあの いろいろな方々に触れる率っていうのは、非常に、えっと。安定大きい教会が多く、多くなってきてます。で、えー、これはですね、重要なのは。何かって言いますよね、富士山でもそうですが。裾野が開き、ひ、広ければ。山は高くなるんですね。ですから、今、あの、触れてる方々。たくさんなって。きてますよね。まだ、その方々が救われてるわけではないんですが。救われ始めたときに、大きくこれが動いてきますよね。 ですから、えっと、実はですねプレデンドにおいては首の、えっと、塾は日本で最高じゃないですかね、えー、その人数に触れているっていうことですこれはあの必ず身を実らせますので、ねまあ、賛美チームの方もそのことを覚えつつ見といていただきたいと思うんですね。えっと、それとともにですね三尾隊という言葉が与えられているんですね。で特別な意味合いがこうあると。ね、賛美における宣教のことを言って 確かに、ね、有名になってたくさんの方々が救われる大きなポイントになるということは一つですがヨシャパテのところで賛美体と言われている時に2つ考えることができるんですね一つは例の勝利とですから賛美体の方々は、ねえー、最善の賛美をしながら精霊に導きながら導きの技をなしながら例の勝利を表しているということを、ね、はっきりと見ておいてください、えー、っとそれとともにですねでにリバイブルの働きが起こり始めているのですねどこに起こってる ってね言うかもしれませんねだって皆さん寝てる人だってちょっと夢が違ってきてるでしょ。<laughs> <laughs> ですね。で皆さんね、えー、まず言葉の中に始まってるのはですねえそしてですね、えー、この賛美隊の働きというのはよシャパテの働きの時にね手を敵を打ち破ったのです、ね、賛美秒してる最中に主の手が働いたのですねで皆さん今働いてます。そしてですねあの 日本はね霊的に縛られた国であるというふうに思われてますしね世界的に有名ですよねで確かにねガンジーガラメっていうところはありますよねでも皆さんね、えー、そういうサタンの働きをですねひっくり返すのは実は浅見島野なのですでまた一つの原則があります何かというと問題が大きから大きいほど神の働きは大きく現れるという。 ですからあの今ままででにないあの神様の働きが起こりすすねですから皆さんね賛美をされる方はコンサートなんですが歌手なんですが同時に賛美体っていうのはもう戦っていると霊の戦いをなしておりそれリバイブルの畑を担っているということをね覚えつつあのそれを成しといてあのいただきたいと、ね、こういうふうに思います。ですからその中でですね、えー、っと非常に素晴らしい技と栄光を見ていくことになります。えっと、それとともにですね 白馬のキャンプが、行われます。どうぞ、あの、皆さんいらっしゃってください。こういう、あの、霊的な働きのところにはですね。あの、非常に大きな祝福があります。えー、例えば、私は、あの、いろんな事柄が開かれるのは。えー、こういうキャンプを通して、あの、開かれます。あと、賜物の畑やなんかでもですね。あの、霊の畑の強いところね。派遣なんか、行きます。と一気に開かれますよね。あの。 ウガンダでですね。あのクル制度やりましたけれども、えー、っとたくさんの癒しが起こってきましたよね。だからもう働き方が違うのですね。あのこちらでの働き方とちょっと訳が違うんですね。でもね。そこで体験するじゃないですか。そうしますとね。日本においてね。ちょっと対応が違ってきたのですね。一つぐんとね。抜けたっていうことも感じます。で、それはですね。特別なあの例の働きのところを行くっていうのは特別な意味があるということを思いますね。で、どうぞ皆さんねいらっしゃっていただきたいと。 こういうふうに思います。それでですね。その時、あの、えー、っと、ね、時間が取れないとか、えー、あとは、えー、っと、お金がないとかね。こういう場合に、諦めないでください。あの、皆さんね、諦めたら、もう、わざはありません。あの、神の働きはね、諦めない人に来るんです。ですね。だからといって、サラ金行けとかね。あの、会社辞めろとか、そういうことを言ってるわけじゃないんですね。祈ってください。いいですか。祈ってください。御心ならば、開かれます。御心はね。 というのはその要するに多くの方々はお金がないとかそうなるともう不可能だと思うんですね。そうじゃなくて見心でなければ開けないのです。見心であれば何でも起こるんです。でね我々はお金のないグループだけど海外選挙皆さん何度行きました？私82カ国ですよ。82だって言ったってね。だからアメリカなんで50回以上行ってるわけだからねあのイスラエルだって30回以上行ってるわけですよ。フィリピンになって。 ヨーロッパだっっててねねイギリスタンで10回以上行ってますよ、ね、皆さんあの神をやるんです皆さん問題は従うかどうかなんですねそして神に期待するかどうかなんですねどうぞ皆さんねえー、っと愚かなものになってくださいうわあんなこと求めてらバカだなとねあのそういう悪口はあんましないんですね主の軸はね。 でも、ね、そういう悪口を言われるぐらい <laughs>、ね、あんなことを信じ込んでらればだなってねあのそのぐらいになっておいてください、まあ、失敗したとしてもです、ね、それは駅になりますので、ね、見といてあのいただきたいとこういうふうに思います。それとともに映像祭が、えー、これがありますので、ね、どうぞ皆さん、えー、と重荷を持つ方は次々と映像を、ねえー、と応募しておいてあのいただきたいというふうに思いますこ、えー、これは大きななとになります。 えっとここからいろんな方々が出てくると思います。それと同時にあのいろんな働きが出てくると思います。だからねどういうふうに主がなされるかというのはその人間的にやってるわけじゃないので主の導きによって始めたことですので,ですねこの働きを大きくあの展開していきますのでねあの主に期待するあのどんどんあの重荷を持っている方はねどん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 出しといてあのいただきたいというふうに思います日本の選挙でも世界の選挙でも。 これから映像のポイントというのは非常に大きいのでねこれを覚えつつ見ておいてあのいただきたいというふうに思います。それとともにですね「感謝と賛美とリバイバルキャンプ」旧マーリンチームですねリバイバルキャンプですねで今回もあの岡先生が来てくださいますそしてあのメッセージをしてくださいますねそれとともにですね岡先生がしょあの紹介してくださったんですね「ベニーヒム」ですね でベニーフムのね100人か200人ぐらいの集会に連れてってくださるということです。で、えっと、あんまり多いとねちょっとよく分かんないけど100人200人だとすぐそばで「こんにちは」とかね <laughs> あの言えるような方ですね。であの私はですねベニーフムのミニストリーにちょっと違和感を感じるのですね、えー、私の考えとはちょっと違うなとこういうふうに思いますがしかしですね、えー、多くの癒しと奇跡が起こって主が用いられてる方なんですね。 ですからそれを見ることによってね特別な神様の語りかけとかね恵みがあるということをね、えー、感じておりますですからどうぞあの、えっと、いろいろすごい人を、ね、招きますねベニー・ヒムとかねそれからスティーブさんとかマーリン・キャロラードとかあのてんこ盛りですよねあのすごいですよねなんかケーキの上にですね。 あのメロンとビーフステーキとですね中トラが乗ってるようなもんですよねやっぱりね神の,のなされることはねすごいですよねでもねあの私ね世知がないんですよねあの自分ね思ったんですねこれはねこの性質直さないといけないなとあのケンタッキーフライドチキンがあるじゃないですかねあれ食べる時にねまあ食べてるんですけど あのまあ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 おいしいなと思うんですねでもね一番おいしいと思うのはね何かというとね食べ終わったじゃないですかそしてね,、えー、ね30分ぐらい何か描い,いたりなんかしていてそしてちょっとお腹が空いたなと思って食べるときにケンタッキーフライドチキンの骨にねちょこっとね皮がついてるその皮をこうやって取ってねこう食べる時にねはあおいしい <laughs> ねっ そしいい、ね、いっぱい食べる時はお刺身でもねお刺身ある時ね,ね金付きのお刺身も食べさせてもらいましたけどあんましね感じないんですよねところがねあと1個ぐらいになってと惜しいなと思ってねこれね、えー、10等分ぐらいにしてですねその1つをやってそしてあのご飯にのっけてね食べる時そういう時にねおいしいな <laughs> と思うんですね。 ですからですねえっとまあそういうことですよね。<laughs> <laughs> で皆さんねあの特別な種の恵みはありますしえっとマリリンさんは87歳かなもねであのね世界的な偉大が昇天する時は近づいてきてますからまたマリリンさんも行くたびに昇天する昇天するとか何か言うんですねあのでまだ種が許しておられないのですねでそこにおける恵みは素晴らしいのでね。 どうぞ皆さんあの、霊的な特別な事柄がこのありますのでねうあの、いらっしゃっていただきたいと思います早めに申し込んだら、えっと、飛行機代安いのでね、それを覚えておいてください。えっと、それとともにですね、われわれの年度のスタートはですね、11月なんですね。ですからもう、えっと、12月というのは年度をスタートして2か月ということになりますね。 そして、えー、っと年度の終わりは10月なのでまず、あ、10月にですね、えー、っと1年起こったことぐらいに関して思いを馳せたりあるいは感謝をしたりするわけですね。えー、っとそれとともにですね、えーっとまあ、日本では、ね、12月が、ね、あの年の終わりということになります。そして1月が年の初めということになりますね。 ですからですね、えー、っと教会としては10月に1年間を思うとそして世としては12月に1年間を思うとこういうことになりますね。ということはですね2回あの特別な時があるわけでで、すねで。どうぞ皆さんねこの特別な時を皆さん生かしてそして用いていただきたいとこういうふうに思うわけですね。そしてですね、えー、っと、まああの、 12月として話しますと年度としては10月ですよ。ね、こんどころの複雑な面があるわけですけどあの皆さんね良いことがあったのと悪いことがあったのといろいろあるでしょう。これね今は進行的に答えろって言ってませんからねあの困っちゃったことがあるんですね。それは何かとというと海戦にに行くき あの実際ですね、えー、っとその人が本当にいけるかどうかを確認しないといけないんですねそれでねあのみんなに聞いたの「お金があるか?」と「実際これはありますか?」って聞いたんですそれはみんな手を挙げたんです、ね、それで分かんなくなっちゃったんですそれは何かってうみんな進行的に手を挙げてるんですね もしょうがないから最後にね本当にピラピラが現実に今ありますかどうかっていうねそういうやりあの,あの質問にかけた一気になくなっちゃったんですね。でえー、っとえー、っと感謝のおこの教えなしに考えてみてえー、っとこあの今年ね今年っていうのはあのに人間でいう今年あの「今年」 いいことが多かったか悪いことが多かったかっていうことを考えてみるとですねいいこと多かった人誰もいないの <laughs> じゃあ悪いことが多かった人ね悪いことが多かった人はちょっといますよねあの具体的にねすみません起こしちゃって <laughs> こういうのが一番起きちゃうんですよね <laughs> であの いいことにしても悪いことにしてもいろいろ起こってくるわけですよね。で、えー、っとこの時にですね何かというとですねあの主は言ってるんですね我々が十字架を信じて神様に従った時に祝福されたのです。ですから皆さんね我々は祝福されてるんです。で皆さんは祝福されてるんですね。 いつ祝福されるか、現在祝福されています。で、将来祝福されるのですね。それ皆さんね。過去も祝福されるのです。過去も祝福されるのです。ただ、これはねあのこういうことではありません。過去の出来事が変わるということではないのです。ね。例えば過去で1を取った人は皆さんね。それは永遠に1です。ですね。で、過去でこういう失敗した人は？ その事実がなくなるってことじゃないんですね消え去るってことはないかあるのですあるのですね。しかしですね多くの場合マイナス的なことは私たちの人生にとってマイナスになっているのですね、私の人生を、えー、打撃を与えですねあるいは壊しあるいは人生に痛みを与えそうする状況なのですねですからあの私たちは普通に生きていてですね その過去のいろいろな問題とか失敗とか困難においてですねそれがですね,働いてるので,すねですから皆さんの中でもですね、えっと、過去の事柄に関してちょっと縛られていたりあるいは引きずられていたりするっていう方いらっしゃるはずです。一般でおいては当然なこと,なんです、ね、ところがですね主はね過去を祝福したって言ってる じゃあ過去を祝福したっていうのはどういうことかっていうと皆さんね私たちにとってマイナスなことはなくなるということなんです。なくなるということなんです。で事実があるのにどうしてマイナスがなくなるのかっていった時にですねこれ一つのポイントなんですね。それは見言葉によってなんです。えっと聖書にですねこうあります。ててのことについて 感謝しなさいとこうありますこれはその鍵の御言葉はですね今聖書を読んでもらったことですねそれは悪いことをも感謝するのですねで悪いことをも感謝するっていうのは具体的にどういうことかっていいますと,、えー、っと悪いことが起こったり失敗が起こったりしますこれを感謝しなさいっていうのはそれを許したのは主であってどうして許したのかって言いますとね そこに深い主の思いがあってそしてその後ろに神の素晴らしい計画があるってうことをこう言ってるんです具体的に言ってるんですねですから皆さんね私たちが御言葉を通して過去の事柄に関して感謝するということは重要な意味合いがあるのですね意味合いがありますそれはそこを祝福に変えるからですで誰が祝福に変えるか神方です どうして変えるか御言葉によってですだから神と御言葉なんですです,、ね、ですからえっとそこに対して信仰の対応をあの取るのと取らないのっていうのはものすごく大きな差となっていくのですねなぜなら、えー、過去がプラスになっている人と過去がマイナスになった人は人生が変わってくるからです人生の内容が変わってきちゃうからです ですから私たちはそこに感謝していくっていうことが非常に重要ですね。でね感謝するときに、まああのえー、ちょっと余計なことですが突っ込んだらいいいと思いますね例えば、えーね、1を取ったっていうことがあ,あ,あるね、まあ、どうしても前にいるのでそういう話になってくるんですねそっちもそうだよね確かにね。あ五5だったんだ。あそそうかそうかか <laughs> あの技術のお二人がね、あの明暗を分けましたよね。あの技術の一人は五で、技術の一人は一だったのですよね。で、こう一を取ったとしますよね。それとまあ一っていうのはあの海外で見ている人はわ分かりならないかもしれません。生成績が一番悪いということです。ですね。もう全然悪いと。これいかないとね。あのこれいかないとね。えこういうことですね。で一を取った。 ことを感謝します。まあ、これは普通に感謝しますね。で、この感謝は薄いです。ね、それで突っ込んでいくんですね。一応取ったことを感謝します。そしてですね。この後ろに神様の深い見思いと大きな計画があります。ね、突っ込んでいくんですねそしてですね。で、これはあの素晴らしいことがこの中にありますと。やがて私はそれを見。そしてその素晴らしさを仰ぐでしょうと。と そうしたときにですね、その素晴らしさの上に本当にこう涙を流すかもしれません。あなたの技は完全です。ね、突っ込んでいくんです。突っ込んでいくんです。だから一感謝します。何々感謝します。何々感謝します。っていうこのえっと感謝は薄い感謝になります。それを信仰を価格していくんですね。いいですか。ね、そうしますとね感情的なことからも大きく変化を。 見ていきますからね。で、えー、っとそしてですね。皆さんね。そうしますとね。問題とか困難とか、あるいはマイナスとかがプラスになってくるんです。で、それが祝福です。皆さん。それが祝福です。全てそしてね。従うのですね。全て息になりますから。だから皆さんね。御言葉により。な だら言にないとね、全て生きてる、私はクリスチャンだから全て生きてるとはね、あのー、ならないのです皆さんねそれは信仰によるからです皆さん信じないとダメなのです皆さん御言葉に従わないとダメなのですみ言とに従う時に神の技が起こってくくのんです具体的にですねそうしますとね皆さんね私たちの人生が全て生きとなるということによってね ある方々はそのマイナスによって縛られてらいたりねマイナスがその人の人生に呪いのような影響を与えていたりするかもしれませんがねそれは解放されるだけではなくてプラスになってたたてくるのです皆さんプラスですね。ですから皆さんね過去の事柄に関して対応するっていうのはすごい重要なんです。またあの皆さんの弱さがあるじゃないですかね弱さがある。 でで弱さも感謝すするんですどうしてこの弱さがあるんだこの弱さがあるがゆえに私はこういうこともできないしああいうこともできないしこういうこともできないしああいうこともできないと。でも皆さんね弱さも感謝しろって言ってるわけですねそれはですね弱さを通して主の強さが現れるからで弱さが許されてる後ろに神の特別な計画と技があるからです。ですから祝福のためです。ただしね祝福に 到達するためには信仰の対応が必要なのですね。信仰の対応が必要なのですね。あの具体的にね。で、そうなりますとね、皆さん過去における状況というのはね、すべて益となってきます。ね、そして皆さんね、人生があの大きく変化していくのです。えー、過去にあのー。 捕まれて、ね、マイナスになっていたりそうすることから解放されていくということ柄がね起こってくるということですね。例えばえっとね間近君はあの、えー、っと音楽1でしたけどギフス入っちゃったですねギフス入った理由はねただ一つそこにいたからですね <laughs> たまたまそこにいた,いたからですよね <laughs>。そしてあのねえー、っと歌歌ってる時に ね、一つ理解できなかったことがありますよね。何人かそう言ってましたよね。なぜマジカンカがいるのか。ね、なぜマジカンカンがいるのかと。ね、これはちょっと、ちょっと理解できなかったことですよね。そしたらね、いる間にね、やっぱりね、あの。えっと、恐ろしいのは主のみてですよ。いそうですよ皆さん。恐ろしいのは主のみて、だんだんうまくなってきちゃった。ね、うまくなってきちゃった。 ね、えそしてですね、後半になるとああとかねこう、あの合わせが何とも言えないっていう感じでね、そして一番みんなに惜しまれる時に出て行ったってね、<laughs> あのそういうような形ですよね。そうするとね、その中でこう見てきたものがあるんですね。あの弱さを通して表される主の力を我々は見たのですで。弱さが変わったね、弱さを通して主の栄光が表されたっていうことを見てきた。 でそういういい方はたくさんいらっししゃるでしょそのご自分の欠点とか弱さであったはずのところを通して主が働いている、ね、例えば私なんてそうですね話すなんてそういうことですね話せないあれだったんですからねでそういう方はたくさんいらっしゃるはずですね。で皆さんね弱さはプラスになるのです。主によってで信仰の対応によってそしてマイナスはプラスになるのです。だから丁寧に対応する ということは非常にこの重要なことですね。それとともにですね。私たちは罪を犯します。で、罪に関しては悔い改めろと書いてありますから。悔い改めると。こうです。これ後悔しろとは書いてありません。あの後悔はこの主の言ってることではないのです。皆さんね。これは人間的なものです。 そして後悔は、えー、実は実、ね、神の働きをとどめますすこれですねで悔い改めるというのは神の前に謝って方向を変えるということですね。でその時にですねどうなるかってね罪が完全に許されるのです。ですから悔い改めた人はねこれをしないといけないんですね罪の許しを受け取るこれですねこれです。 えっとユダが首つったでしょ。であの時にですね、えー、っとイエス様あの裏切ったことを後悔して首つったんですね。首つったんですね。まあ実質的にはそれほど大きくなかったけど、えっとペテロがニワトリがね三度鳴く前にイエス様は知らないって言ったいま,いましたよね。裏切ったのです。 私は裏切らないと私はと他の者が裏切っても私は裏切らないと、ね、こういうふうにおっしゃったんですね。それたらすぐ裏切っちゃってかけて逃げていったと <laughs> ヨハネなんて裸で逃げていったと <laughs> そういうふうに書いてありますよね。ところがね変なことが起こるわけですね。 はっ50日後ね、あのー、彼はですねリバイバルの人になってるのですペンテ、ね、コスの時すごい技が起こってるのですねでその時は分かるわけですねペテロが後悔してたらね「神様私のようなものがあなたの前にいていいんでしょうか私のようなものがここにいていいんでしょうか死の前にいていいんでしょうか弟子なんてとんでもないと」。 もう1回進学校の1年から始めましょうか <laughs> やりましょうかって言ってたら皆さんそうはなってないのですでもその時にですね受け取ってるから受け取ってるからで皆さんね罪の許しってのしは完全なんですだから私たちは罪が完全に許されてるのですで神様の前に食い温めた方は罪が完全に許されてるんですねだから方向を変えないといけませんねじゃあ方向を元に戻っちゃったらどうですかそうしたら食い温めない 具体的にですね。そして完全に許してくださってますね。で、完全に許してくださったってことは何かって言うと、罪は一回も犯したことのない祝福が来たということです。ね、あの罪が一回も犯したことのない。あの祝福が来たということです。だから、例えばえっ、ー、と末席に加えていただいたって言うんじゃないんです。来たのです。来たのです。来たのです。 あの教会の初期の頃ですね、まあ、ある方がいらっしゃったんですね、まあ、いろんなところ礼拝をする時にですねあっち、えー、片付けたりこっち片付けたりあっち文句言ったりこっち文句言ってで私が説教する時にですね、えー、途中樋、ねえー、口くんの横あたりに座るんですねここね正面そしてねこう聖書を開けてそしてこれから聞くぞってね あのこういうような感じで来るのですねそしてねそのまま寝入る方がいらっしゃいましたでいつも寝入るんですね場合によっては、ね、あのい,いびきかいたりなんかしてねこう寝入るんですよそしてみんなが見てるの <laughs> こうねしかしねあの次の週になると彼はあたかもそんなことが全くなかったかのように一番前の一番良い席に来てです、ね、座るのですそして寝入るのです そしてです、ね、また一番前の一番良い席に来て座るのですそしてまた寝入るのですで一番前の一番良い席に座るのですそして寝るのですねで皆さんね寝入るにもかかわらず一番良い席に来るのですで皆さんねえー、っと罪が許されるということはこういうことです私は罪が犯すにもかかわらず悔や改めたら許されるだけではなくて一番良い席に行けるのです 一番祝福を受ける責任ですね。それで皆さんね従っているときにねいいですか。罪が許されたことさえエになるとか言ったのです。これがエとなるのですね。ですから皆さんねエになるのです。エになるのです。あ益になるのです。これですね。あのでその時にですね私たちがえっと私たちの 過去のこと、そして私たちの弱さとか問題、そういうことにえっと信仰の光を入れるっていうのはあの重要な意味合いがあります。それはですね、過去を祝福することになるんです。そう思ってなかなければ皆さん過去は祝福されませんね。ああ私はこういうことになってこうこうであってだからこうなってああなってこうなってでこれがあるがゆえに私はこうであってでこれは人間です。 でこれは皆さんね過去に呪われているということです。そしてね縛られているということです。そしてですね何かあの奴隷奴隷化のようにね、えー、鉄のあのボールかなんかね引きずってこうやって歩いてるということです。ね、でクリスチャンでもそういう方多いんですね過去を引きずってるマイナスを引きずってるね主はそんなことは言ってないのです。過去を祝福したって言ってるいです。我々を祝福したって,言ってるんです。 どうして祝福されるのか、これは神によってです。そして皆さん神の言葉です。ただし、皆さんね。信じなければ皆さんに祝福は来ないのです。ね。従わなければ言葉に従わなければ皆さんその祝福を見ないのです。こう技を見ないのですね。あのですから、私たちはですね感謝する。対応するね。あのダビデがですね。ウリア殺しちゃったですね。 えーまあ、殺し方はあの直接手をやったわけではないんですがまさにえっと黒黒幕幕みたいなもんですね殺させる黒幕よく言いますよね織田信長を殺したのは誰かって、ね、そして意外な人物がよく言われますよね豊臣秀吉じゃないかとか徳川家康じゃないかとかね実は徳川家康だ,だったんだとかねこう言いますよね。 まあ実際あの、えー、と天国行って聞いてみようと思いますけどね「本当にそうですか?」とかね、あのーえー、思いますけどもですねその時にねもし何か陰謀があれば黒幕がいるわけですよね黒幕でダビデの殺人というのはそういう殺人でカインの罪を犯しましたよねそれは立法によれば死刑なんですですから彼は死刑の罪を犯しているんですねそしたらですね主はねそれをえにされたんですよね、えー と悔い改めたらすぐ許しちゃった。あの聖書の箇所はね印象的ですよね。ね悔い改めますと言ったら許すってすぐその場で来ましたよね。あんな簡単に許していいのかとね思いますけど、神の許しというのは深いのですね。深いのです。そしてですねあの驚くのは、えー、死刑になる罪が許されただけではなくて祝福の大きさです。そしてこれから派生した

そしてダビデの末からキリストが出てきただキリストの祖先ですよ皆さんですねそしてですねえっとダビデの王国が大きくなりそしてね今のイスラエルはダビデの王国のあのその旗ですからね具体的にですね最も祝福を与えた方なんですねそれとともにねダビデのことがね霊的な真理を表しちゃったね皆さん皆さん 罪は悔い改めることによって許され何のマイナスもその後ないということを表しちゃったんです死の恵みによって罪を犯した者が最高の祝福を受けてるとこれを表しちゃったんですそれとともにですねあのダビデの,あの出来事は素晴らししいことになりましたそれは何かっていうとね罪を犯した人が神にどう取り扱われるかっていうことの見本になっちゃった そしたたら分かったんですね本当に悔い改めた罪人は最高に取り扱われるってそしてその者たちに対する祝福は最高の祝福が来るってこれをダビデが表したんだ,だから皆さんねダビデ、えー、そんなこと言っちゃいけ,い,いけないんですけど「ありがとうございます、ね」なんち,ち言っちゃいけないんですけどでもこのことが実はね深い神の栄光と技を表すことになっちゃった。 で皆,さんね、皆さんの人生でのマイナスのことまたご自分に関するマイナスとか弱さとかこういう事柄さらに罪の事柄に関しても皆さんここに主の光を入れてそしてね皆さん、えー、祝福の中に入ってみなさいこれはですね思い込みとかそういう問題ではありません。実際にに現れてくる栄光が豊かに表される ですからですね、あの師の住下の方々はですね、えー、過去は六年六年もない人が結構いるにもかかわらず、なんてあんな素晴らしい技になっちゃったんだっていうふうに、えー、言われるぐらいにね、えー、でまさにそのことがあの見言葉によってなされてくるということをね、覚えておいていただきたいと思います。お願いします。テナズどうぞ一等室のうちに豊かに働き最後横と皆ぞ笑してください。 信仰の告白をしっかりとなして、この行くことを通して、この信仰の歩みが強まる方がいらっしゃいます。手の妻はどの豊かに導いてください。えっと、問題があって非常に悩んでるんですが、その問題の解決の言葉が。こうあるんですが、どうしてもそれを受け入れられない方がいます。これはちゃんと。受け入れたときにはっきりと、勝利っていうのが現れてきます。手の妻、どの豊かに導き。 サインご横と宮沢らしてくださいちょっと道を間違った方がいらっしゃるんですがちゃんと祈ってそして確認するようにそして言われたことに従うようにそして間違ったこともすべて益となります従った時にすべて益となります癒しの祈りをしたいと思います全員で罪の加えたものところを心持ちたいと思います各々で癒しのためにお祈りください たださ、まあなたがこの場にご入在されていることをありがとうございます。お人師人の過道精神に触れ癒しを行い会を行ってください。イエスキストの皆によって病の力を打ち砕く。こイエスキストの皆によって命ずる。お師人,お人の過道精神か病の霊をさえ。こイエスキストの皆によってお人師人の過道精神を命ずる。癒されよ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 ,されよなんかみ耳鳴りみたいなものでツーッと言うようなあの そういう感じの方がいらっしゃいます。これが「やさいまし」。感謝して受け取ってください。手の様、どう豊かに導いてください。ど花、竹のの方がいらっしゃいます。これが「やさいまし」。手の様、どう豊かに導き。えー、気管支がちょっと悪い方がいらっしゃいます。これが「やさいました」。たイエスキリストの皆によって、お人お人の方族精神やしを言する感謝します。イエス様の名前によってお願い,いたします。アメ

湖は主イエスキリストの恵み、知なる神の愛、精霊の親しき交わりが私たち地蔵と共に常しえにありますように。アメン,アメンどうぞお座りください。えー、っと、報告をいたします。師匠の後ろをご覧ください。え今日の第7礼拝、先ほど言いましたように、スネルゴイスレペアね。 8時からあります。7時から礼拝あるんですが、7時からの礼拝は通常のように私がやります。8時からですね。100バスネルゴイキャンプが申し込み開始しています。どうぞ皆さんいらっしゃってください。バスが1台目はもういっぱいになっちゃったみたいですね。だから申し込みの人は早めにどんどんやっておいてください。そから1月1日、特別礼拝を。 11時より行います。この場所で行います。えっ、ー、と、オンラインでも出しますので、ね、来れない方は、またオンラインでも見ておいてあのいただきたいというふうに思います。えー、それから1月、えっ、ー、と、12月25日、中野ゼロホールですね、火曜日に、えー、ホットクリスマスコンサートがあります。これは7時からですので、どうぞ皆さん、お友達を連れて、プレデンドとして用いておいてください。 それから九州政界それから交付船町政界がありますのでお祈りください感謝の選手は四時半よりあとはいつもの通りですはい、報告お願いします、えー、白馬スネルゴイキャンプが 2月の27日から3月の1日の日程で行われます今回はベンジャミン牧師があの特別講師として来てくださいますのでぜひ皆様楽しみにいらしていただきたいと思いますこのキャンプはどなたでもご参加いただけますのでお早めのお申し込みをよろしくお願いいたしますキャンプの時に東京安定協会から出るバスのご案内です 今もお話ありましたが先発バスの方はいっぱいになってしまったんですけれどもまたあの希望者の方おりましたらあのご相談の方を受け付けてもしかしたらバス数が増やすこともできるかもしれないという状況です後発バスの方はまだ申し込みできますのでよろしくお願いします料金の方は人数によって変わってきますのでご承知おきくださいよろしくお願いします 1>, 1月13日4時からですね、日曜日です。白馬の全国ゴスペルグループコンテストに向けての東京安定家協会内の予選会が行われます。ヤングの予選会は後ほどになります。大人の大会に出場したヤングのグループの方も、用紙が貼ってありますので、そちらの方にエントリーしてください。よろしくお願いいたします。 新学校からです。今週二十九日土曜日の改正日の授業はお休みになります。また二十九、三十、三十一日の予言クラスもお休みになりますのでよろしくお願いいたします。ゴスペルコンサートのお知らせです。いよいよ今度の火曜日十二月二十五日七時開演で心ゴスペルホットなクリスマスが開催されます。 場所は中野ゼロショーホールという中野駅近くのところになりますチケットは大人千円でこちらの受付のところまたはインターネット上あとはお茶,お茶の水、えー、CLC、えー、新宿オアシスでも販売しておりますでなお本日のゴスペルライブ TV なんですけれどもスネルゴイセラペアの関係で六時からとなっておりますのでよろしくお願いします 心ゴスペルのホットなクリスマスのチラシ配りを賛美チームとともに行います。今日は25日のコンサートのチラシ配りで、日曜日ではラストになります。当日はあります。 高円寺北口ギフ南口がカマンドワーシップをが担当してくださいます。中野におもにになる方は前もってお知らせください。公園寺におもにになる方は3時に駅前広場にお集まりください。今日は4時少し前までの時間を予定しています。また今日は25日コンサートのスタッフの方々の打ち合わせがありますので、コンサートの関係者の方々は4時にこの街道にお集まりください。よろしくお願いします。 婦人会からです。30日のコンサートに向けての練習をしたいと思いますが、今日は豚汁を用意しておりますので、ぜひお、えー、参加してください。よろしくお願いします。学生会からのお知らせです。今日は2時20分より会堂で合同ヤング礼拝があります。その後、会館に移動して学生会を行います。今日のメニューはシチューとなっています。ヤング学生の皆さんはぜひご参加ください。 いいですかね。それでは礼拝を閉じたいと思います。え、シンガポールから来られたんで、ね、ちょっと歓迎したいと思います。<laughs> <laughs> はい、それではこれで礼拝を閉じたいと思います。どうもありがとうございました。